あ、やってるやってる。すごいですね。あれは何をしていますか？受け身の練習。つまり上手に倒れる練習。上手に倒れる。始め。あー、すごい。プレー。どうぞ。はい、どうぞ。よいしょ。あの人大きいですね。ほんと強そう。すごい、あの人上手に倒れましたね。エリ、あれは受け身の練習じゃないよ。あの大きい人負けたんだ。受け身の練習じゃなかったんだね。さあ帰っておいで。ただいま。おかえり。じゃあ勉強しよう。今日エリンが挑戦したのは今のことを話す。うまくできてたね。あれは何をしていますか？あれは何をしていますか？ていますか？そう、今のことを話したり聞いたりする時の言い方だよ。じゃあちょっと練習してみよう。ますをてに変えていますをつけるんだよ。はい。これは食べます。食べます。食べ、食べて、食べています。そうだね。じゃあもう一つ。見ます。見ます。だからに、に、見て、見ています。正解。これはどうかな？飲みます。飲みます。飲み、飲みて、飲みています。ちょっと違うね。飲みますの時は飲んでいますって言うんだ。ますを手にすると形が少し変わるものもあるよ。注意しておこう。飲んでいます。そう。じゃあこれは飲みますと同じルールだよ。読みます。読みますは読み、読んで、読んでいます。大正解。やった。じゃあ今日のスキットをもう一度見よう。やってるやってる。すごいですね。あれは何をしていますか？受け身の練習。つまり上手に倒れる練習。上手に倒れる。始め。
さあ、すごい、ふえ、どうぞ、よいしょ、はい、どうぞ。あの人、大きいですね。もちもちょ、食べてあげて。ほんと、強そう。よいしょ。すごい、あの人上手に倒れましたね。エリ、あれは受け身の練習じゃないよ。今のことを話す時の言い方分かったかな。はい。よし、じゃあ次のコーナーだよ。日本のいろいろな人たちの今のことを話す言い方を見ましょう。すいません、もう始まりましたか。はい、ただいま14時の回を上映しています。次の上映は17時からになります。じゃあ17時の回を1枚ください。はい、仕込まりました。大型で強い台風が現在太平洋上を北にゆっくり進んでいます。ほら、ゾウさんご飯食べてるよ。簡単だ。大きくなるよ、きっと。ご飯食べてる？そう、食べてるは食べていますと同じ意味だよ。話すときは食べてる、見てる、読んでるという言い方もするんだ。わかるかな？はい。次は応用スキット。さきちゃんとお姉さんの会話だよ。ちょっと難しいけど聞いてみよう。ここはどこ？スポーツジムだよ。もしもし、あ、お母さん？今？ジムにいる。お姉ちゃん？お姉ちゃんは走ってるよ。うん、もうすぐ帰る。お姉ちゃん、お母さんがね、無理するなって。あんたは余裕ね。若いですからね。そうだ、夕飯はお姉ちゃんの好きなカレーだって。カレー？カレー分のカロリー、あと何分走れば消費されるんだろう。頑張って、お姉様。先生もスポーツジムどうですか？いつかね。それよりエリン、今の会話はわかったかな？多分。じゃあ質問。サキちゃんは電話でお姉さんのことをなんて話したかな？走ってる？正解！やった！走ってるは走っていますと同じ意味だったね。はい。じゃあこのスキットをもう一度見よう。もし、あ、お母さん、今ジムにいる。お姉ちゃん、お姉ちゃんは走ってるよ。うん、もうすぐ帰る。お姉ちゃん、お母さんがね、無理するなって。あんたは余裕ね。若いですからね。
そうだ、夕飯はお姉ちゃんの好きなカレーだって。カレー？カレー分のカロリー、あと何分走れば消費されるんだろう。頑張ってお姉様。